それではここからはですね、皆さんにキャスクジをご紹介していきたいと思います。まあ、元日ということでおみくじを引いた方もいらっしゃるかと思います。私も先ほど新春おみくじアプリからチャレンジしたら今日でした。でその後悔しくてインターバル中に4回引いたんですよ。そしたら今日小吉、今日小吉、なんでこんなに良くないのばっかり出るの。伸びしろがあると言いつつ大吉を出てほしいなと思って悔しいと思ったんですが、ちょっとねリベンジしていきたいなと思います。今日はですねモーニングの時間でキャスクジが行われました。皆さん参加しましたか？ね、この時間起きてるという方はもしかすると早朝見てないよっていう方がいらっしゃるかもしれないですね。朝早いから見てないよという方のために実際にこの時間もやっていきたいと思います。まず用意するものはスマートフォンです。でこのスマートフォン、今からウェザーニュースライブ内で動画が流れるので、ここだと思った好きなタイミングでこう画面をですね写真撮る、またはスマートフォンでご覧いただいている方はスクリーンショットを行ってください。では早速行っていきたいと思います。準備できましたよ。よし来い、よーいスタート。皆さん撮れましたか？どうですか？ねえ、あ、皆さん撮ることできましたか？撮れた、よかったよかった。では私の撮った写真をですね公開していきたいと思います。いきますよ。私の撮った写真はこれで、いきますよ。5カメいきましょう。私の結果はこちらでした。末吉、仕事に集中できない。仕事中に仕事に集中できないっておみくじ普通引きますか？いやーちょっとどうしよう。2022、私完走できるかな2022年。あ、ね、走りきれるかな。いやーちょっと幸先良くないスタートになってしまったんですけれども、皆さんどうでしたか？うん、あ、大吉でしたって方いらっしゃいますね。あー、よかったよかった。あ、でも同じって方いらっしゃいます。お、ゆいちゃん末吉ですか？まあこれから頑張りましょうね。あ、大吉、中吉でした。ゆいちゃんで吉でした。ななちゃんで中吉でした。アイリンで今日。たっぷり取れました、たっぷり取れましたじゃないですよ、1回ですよ。ずるしないでくださいね。小吉、今日、末吉、いや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 、何回も引いちゃダメですよ。ゆかりん、末吉でした。いろいろね結果が出たようです。皆さんね楽しむことできましたでしょうか？ということでね、キャスクジを行っていきましたが、このスクリーンショットしたですねお写真はぜひハッシュタグキャスクジでツイッターでツイートしてみてください。皆さんはどんなね結果が出たのか、私も後ほどハッシュタグ、キャスクジで検索して見ていきたいなと思います。以上、キャスクジを皆さんと一緒に行っていきました。ご参加いただきありがとうございました。いやーちょっとね難しいですね。私結構今まで大吉ばっかり引いてくる人生だったので、くじ運いいんですよ。実際に神社でおみくじ引く時も大吉が多くて、大吉はねこう結ばずに手元に持っているといいとも言いますから、結構私ねおみくじね溜まってた方なんですよね。
2022年何があるのかちょっと今から不安ですけれども、伸びしろしかないので、気合でね、いい方向に運を持っていきたいと思います。以上、おみくじのコーナーでした。